どうもデッシーです。お世話になっております。ドラクエ6続きをやってまいります。前回ね、モンストロの街でアモスを仲間にできました。で、アモスとあとスラリンですねを転職させたいと思います。スラリンがザオラで覚えましたんで、これはかなり大きいですね。魔法使いとか僧侶は馬車の中で育てるのが一番ですかね。やっぱり一番なんですね。やっと気づいたんかいっていうね。はい、とりあえずちょっとスラリン法王ですからね今ね。で、そう、魔法使い言っておきましょうかね。魔法使いスラリン、まだ表出してないですよね、スラリン。5の時も結局仲間にしたけど、表出さなかったですからね。アモス、レベル15。あ、守備、うわ、中、守備高っ。ハジャモス、うわ、すげえ、勇者じゃん、もう。もう勇者。ライアン、ライアン。戦士武道家。まあ、とりあえず戦士ですかね。で、まあミラルゴですよ、ミラルゴ。あいつどうやって倒そうかってね、ちょっと思ってるんですよね。いや、いないっす。で、アモス仲間が思ったのが、アモス HP どんぐらいあるんだろう。高いね HP、 やっぱりまあ戦士にしたからっていうのもあるですが、村の英雄。そうそう、で魔法の盾って持ってますよね。これが盾らしい。魔法攻撃からのダメージが減りそうだ。テシアさん、これ魔法の鎧、魔法の鎧はまだ売ってなかったですよね。これをちょっとまあ、装備できるやつ装備させて挑めればかなりいくんじゃないかって思うんですよね。で、あとはもうミラルゴをぶったたきみたいな感じ。回復が追いつかないかもしれないですね。そうするとね、魔人、そうね、魔人のランプとかいたからな。まあ、ちょっとね、あ、ミラルゴまだまだ、もうちょい、もうちょい、あと、もう少々お待ちください。これでちょっとベッドで回りたいかな。ちょっと回ってみましょうか、もうちょっと。で、あの砂漠は行ったから、まあ、真ん中はだいたいその島し、あの島っすよ、島、幸せの国のひょうたん島、ひょうたん島、 あれでもう回ったんで、そこそこ行けるから、こっち、ここっすよね。こっちからちょっと回っていこうかなと。これはもうダーマの神殿来たところですね。ここは何でしたっけ？ん？ああ、そっか。これは階段降りてきて来たところですね。で、ここ渡れなかったから、上から回ってってみましょうか。このジャミナスがいたところ。力渡って、ここがね、島で通れなかったから、この浅瀬、ベッドで入れるかどうかっていうのもありますが、こっから入れるね、一応。ちょっと見てみます？あ、これは
ライフコ、あ、そうか、ライフコット最初のとこか。そっかそっか、ここがライフコットか。まあ、目的は下のライフコットでなんかイベント、そうっすね、ぶっちゃんかわいい。まあまあそうですよね。ここの右側なんかいけるかな。砂漠みたいのがありましたけど、おっと、これはなんぞや。ブラッディーハンド、急にやばい。何これ、大丈夫かな。マドハンドの上級バージョンですよね、一応。やばい、バーバラ死んだな。あー、やっぱそうね、上から下からやっていくやつだもんね。ねー、ちょっと逃げます。それはやばい。早速、よしよしよし。まだ回復してないですからね、これ。大丈夫かな。よし。で、下の世界。おっと、ここどこだ。あー、すげえ施設。なんじゃここ。わ、初めてだ。へえ。あ、村ある。右から行けそうですね。ちょっと行ってみます。どんぐらいの敵？ハイオーク。ハイオーク。ちょっとミレイ入れ替えしようか。アモス出てみる？でガンガン行こうぜ。で、強い。そのレベルか。うわうわうわ、マジかよ。全員総がかりで一体くーあれ、ちょっとまだちょっと早いですかね。ちょっとメラミラリコ早いっすかね。じゃっかんなんか特技で聖剣好きとかでごまかしてる感ありますけど、とりあえずアモスでいいかな。行くだけちょっとよー。うわー、くー、サイレス、もう魔法が名前になってるっていう。絶対魔法トーン使ってくる。よしよし、ハイオーク倒そう。ハイオーク、イオラをやっていく。ジャミラスと同じ格好してるわね。よしよし、オッケー。アモスいいじゃない。これでアモスね、覚えれば戦士の特技とかなかなかいい感じになる。かまいだちをやっていく。オッケー。これは下の世界で、おや、こんな山奥によく来たね。ここはザクソンの村だよ。ザクソン、エンデじいさんの作った防具が高く売れたおかげでこんなに立派な畑ができたんだよ。けどエンデじいさんはいなくなっちまって、たった一人残されたばあさんをああやって守ってる犬のシルバーが不憫でね。エンデの鎧ってなんかあったよね。うーわまんくる。ザクソンの村ですか。これもなんか上の世界でやればいいのかな。ちょっとわかんないですけど、理性の種まだ持ってる。これアモスに渡した方がいいんちゃうか。そうね。わ、旅の人だ、わいわい。はあはあ、
こんな小さな畑でも俺一人だと結構大変なんだぜ。それらに関わらないやつ、俺の仕事がどれなんて言うかって。チッ、あ、こればあさんか。おや、旅の方だね。大方クラーク園での噂を聞いてきたんじゃろう。じゃがもう園ではおらんぞい。5年ほど前突然姿を消しての。ずいぶん腕のいい防具職人じゃったが、一体何があったんじゃろうか。おや、あんたたちよそ者がね、こんな何もないように何の用だい。とっと書いて、きついきつい。なんか縁での装備があった記憶がちょっとあるな。猫ちゃん、悪魔の壺いないでくれよ本当に。はあ、おらが畑に。いたし、いたし。急所を狙ったって、魔法着て目覚めてく。吸い取った。まあまあまあ、そっか。まあでも吸い取られてもね。あ、そんなでもない。はいはいはい、オッケーオッケー、行こう行こう。なんか吸い取った、バーバラから吸い取るってなんかエロいな。あれ、バーバラもう、ああ亡くなったことか。え、もう倒していいんじゃない ?MP が足りないって。お前さっき吸い取った、あ、そっか、使っ、魔法、ラビフォーマー使ったのか。もう倒れてもいい。よし。チャモド僧侶の方、ああ、そっか、ザオラビもう動いてるからか。これもうないですよね。この村には神父様もいねえし。病人はみんなバタバタと死んでいっただよ。けんどマザーヘレンが来てくれから病人も元気になって。ああ、え、ヘレンさん来てくれたの、この方か。あたし旅の雨よ。でももう旅に出ることないね。あたしここに来た時みんな本当にしょんぼり、元気全然なかったね。なんて片言になってんのこれ。だからあたし面白いこと言ってみんなを笑わせてあげたね。そしたらみんな少しずつ元気に出たよ。お前も私の面白いこと聞くわ。いや、いいっす、いいっす。だいたいつまんないですからね、こういうのは。聞かない聞かない。なんかこの動画が滑った感じになっちゃう。まあもともと滑ってるからいいんですけど。オラ見ただよ。はい、落ち込んどった。はあ、防具を作っても魔物を殺されてしまう、後を絶たない。意味があるんじゃろうか。はあはあはあ、本当にエンデジー様。はあ、じゃあ上の世界に行ってるのか。なるほどね。右もあるけど、ちょっと待って、宿屋ないの、ここ。なかったっすよね。いやー、いけるかな。ちょっと回っておきたい気持ちもあるし、チャモロ、これでいくし、これでいくし。男ばっかになったな。気楽でいいなこれ。あー、なんもないか。あと左ですね。男だけの旅もいいっすよね。なんか気使わないでいいんで。くらー、こいつツーコンラー、ツーコンラーですか、こいつ。倒れないんすよね。くわー、ナイスナイスです。
チャモロいいっすね。なんか女性陣回復全然使ってくれなかった。ミレイユが特に全然やってくれなかったっすよね。そういうとこがちょっとね、優しくない感じがしないでもない男はね基本優しいと思うんですよね。やっぱりなんだかんだで、ね、助ける、人助けをする、特にね。うお出たで、ちょガチで、ガチでこう攻撃でいいんですよね。捨て身と急所好きか、急所好きいっとくか。変身、変身してみる時覚えてない。まあまあそっか、ニフラマホトンキアリク、はい、変身、おしおし、会心会心、急所でもいい。うわー、大きな姿に怪物を変えた、変わっとらん。よし、これハヤブサ切りじゃねえか、間違えてる、ハヤブサ切りじゃん。急所好き、うわー、くっそー、アモス普通の攻撃じゃんすかそれ。くっそー、惜しかったなー。3発入ってましたよね。なんかハイブサ切りで2発入れてて疾風好きとかやってればっていうのがちょっとな、ちょっと盲目したね、盲目しましたね。まあいいでしょう、ここに出るんですね。はい、わかりました。なんもなしか。じゃあそうすると、やっぱり北、もうちょっと地図広がんないっすか、これ以上は。 OK です。で何してたんだっけ。あ、そうか、上の世界でベッドですよね。ベッドで回っててライフコットの上から降りてきたんですよね。 OKOK、 じゃあちょうどダーマの神殿行ってチャモロですね。ちょうどよかったんじゃないですかね。チャモロを転職させましょう。チャモロも魔法使いかな結局。ああ、ただでもちょっとずつなんかバランス良くなってますかね。アモスは戦士タイプですし、戦士タイプが1人増えましたね。魔法使い、結局こうなっちゃうんですよね。なんていうか、その人に合った職全部になれるって言ってもやっぱり向き不向きがあるんで。てか手指全然上がんないですけど、あと1個っすよね。あれ、ハッサンは、あー、格闘武闘家は結構時間かかる。アモスはまだ全然話、バーバラは、あと1つ、まあ大体あと1つか。僧侶が一番早いですね。はいはいはい。で、そっかそっか、ちょっとシエナ行ってみますか、そしたら近いんで。あ、そうしましたらね、次回もこのベッドで続けたい、旅を続けたいと思いますので、動画の移動をよろしくお願いいたします。デッシーでした、失礼いたします。